注目、情報屋キリエの大スクープだよ。会社は今頃事件の対応で大忙しでしょ。キリエちゃんが仕入れてきた取れたてピチピチの情報だよ。ほらほら、反信頼グループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコールまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反死んだなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっぱしり。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな、ウータイは。結局、魔法が妬ましいもさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえ、ゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん、ティファ。なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されない身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと半身らの火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。昨晩発生しました7番プレート崩落事件に関する続報を。ここ狙われてるのかしら。ジーナカンパニーの緊急対策本部の先にて。プレートが落ちたって本当か。スラムの話は全然出てこないな。現在の避難エリアもう少し頑張って。アバランチの通気感がむちゃくちゃだ。あ、クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽、名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。
叩き切る。そこを引く。解放する。どけ。
皆さん、準備ができたら出発しますよ。おう、バレット、ワイマ、大丈夫か。自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろと言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか。実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ、頼む。いらっしゃいませ、クラウド様。上乱かよ。アニアンはいるか。申し訳ございません、アニアンはジムに行っております。そうだクラウド様、よろしければ夜のステージにご出演を。断る。クラウド、プレートの上に行く方法を知らないか。今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。ん？右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今神羅の懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。
花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。な、ダメ、それはダメ。戻るぞ。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。
クラウドさん、おめでとうございます。星の H が生んだ茶目っ気はスケールも違いますね。愉快な相棒デブチョコボと共に力を合わせて軽やかにシンラを倒してください。見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？子供たちの特徴は多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな？はい、そうします。よろしくお願いします。来てくれて嬉しい、クポ。幸せに一歩近づいたっぽ。頑張れ。あ、クラウド、いいところに来た。あのね、クラッシュボックスを難しくしてみたの。これは戦うための訓練なの。こんな世の中じゃ子供だって自分の身は自分で守らなきゃいけないでしょ。もう箱相手じゃ物足りなくて、モンスターだってクラッシュできちゃうかも。バカなことは考えない方がいい。バカですって？みんなクラウドよりすっごい記録出してるのに。お説教はそれを抜いてからにして。Thank you.
めちゃうんだ。でも屋さん、いいところにいらっしゃった。どうもどうも。自分、活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ、神羅の宣伝ばっかじゃねえか。まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります？実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオを付け狙う五番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです？今度こそ興味ありません？まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では、何でも屋さん。スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね？あんた、懲りてないのか？いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるなら、それはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ？盗まれた鍵を取り返したら、財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので、何か分かったらちょこっと情報をいただければ。迷子か。こいつとか迷子とかいきなり何？ああ？こんなところで何をしてる？一人なのか？それが見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら笑い声が聞こえて、気がついたらみんな消えてた。この声がしてみんな消えたんだ。来るぞ。沈め、どけどけ。どうだ。こちらだ。
ここで仕掛ける。これだ。ここからだよ。お化けの道に。見て。この親がたくさん眠ってるんだ。だから様子が気になってさ。そうか。とにかくありがとう。また世話になっちゃったな。俺たちハウスに戻るよ。先生が心配だからね。クラウドさん、これさっき拾ったであります。よかったら使ってくださいです。生意気なガキどもだ。
兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ、兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。全部か。サムのところで確認しよう。何もしてませんから人違いです。キリエだな。え、誰ですか？キリエって可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか。驚かさないでよ。思い出したぜ。お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あ、あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私、なんて運がいいの。今、シンラに追われてるの。助けて。シンラからも吸ったのか。間違い、手違い、勘違い。シンラの人をかもっちゃって、追いかけ回されてもう最悪。でも取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何？そんな評判になってるの？私殺されちゃう？それとも一生ビクビクしながら暮らすの？ねえキリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして鍵もちょうだい。いや、渡したら行っちゃうでしょ。一人になりたくないよ。シンラは何とかする。だから返せ。やった。シンラの奴らはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから、安全になったら教えてね。
かしたらここも避難場所になるかもしれない。マコーラの次はプレート。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。本当にこんなとこに現れんのか。右腕が おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、舐めてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。休むなんて許さねえぞ。こっから反撃だ。頑張れ。よっしゃ。うわ。マジかよ。うん。お。今だけで。どんなもんよ。うわ。か。おお。全弾命中だな。私が頑張るしか。お手伝いはこれからだ。出番だよ。余裕だ。かわいがってやるぜ。倒れるには早いだろう。お楽しみはこれからです。どんなもんよ。今だ、やっちめ。
徐々に削る。大したことねえな。お楽しみはこれからだぜ。はい。かわいがってやるぜ。ここから。大したことねえな。うらうら行くぜ。まだやれる。もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。神羅の追ってか。キリエは来ない。俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。だった。安心しろ、もう神羅は追ってこない。本
当。ああ、よかった。嫉妬は懲りだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけで、そろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで？たく、心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫って…あれ、言ってなかったかい？この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほら、キリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はーい。ねえ、その鍵って一体何だったの？うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。スラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろ。私も同じだよ。アバランチを名乗ったりスラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。